テ民明は大韓民国の大田高域市出身の元プロ野球選手。1991年、大田高等学校からピングレイーグルスに入団。高卒でありながら1年目から先発とリリーフを行き来して14勝4敗7セーブ、防御率2.48の成績で最高勝率投手タイトルを獲得。2年目のジンクスもなく途中で防衛兵として 平役を全うしながらも先発ローテーションを守った。入団から日本遺跡まで8年の間、大きな故障もなく、1年も欠かさず2桁勝利を挙げた。その間、7シーズンが13勝以上、防御率3.21以下の抜群の安定性を誇り、いつも計算できる投手として、韓国トップクラス投手の座を固める。1999年は、 自己最多の18勝を挙げ、チームの初優勝に貢献。主軸投手としての功績を球団に認められ、個人通算100勝を手土産に2000年に、レンタル遺跡で読売ジャイアンツに入団。しかし外国人枠に阻まれたことも影響して一軍、出場は限られ、当時の巨人では、ビルガリクソン以来の外国人投手初、同番初勝利を挙げたものの、 その後は期待された成績を残すことはできなかった。NHK のハングル講座に出演したことがある。2002年、古巣のハンファーに復帰した。しかし、復帰後は、巨人時代の調整不足の影響で、まるで巨人遺跡前とは、別人のような無力なピッチングで成績が落ち、2004年は、韓国プロ野球で、デビュー以来、初めてシーズン0勝に終わった。その後は、 変化球を多用する投球術を磨き、2007年には韓国球界復帰後としては、キャリアハイの成績を上げ韓国通算150勝を達成したが、2008年は再び不振の投球が目立ち6勝、止まりで、チームもプレーオフ進出が3年連続で途切れた。2009年は力の衰えもあって、開幕から1勝もできず6連敗で、 チームも再開に低迷していたこともあり、再建のためシーズン途中の7月にプレイングコーチに就任した。その後一軍登板の機会はなく、9月に2009年限りでの現役引退を表明し、最後につけていた背番号23は、ハンファの永久欠番となることも決まった。9月12日、ハンファの本拠地、大田でのヒーローズ戦で引退セレモニーが行われ、 背番号23を叩えるモニュメントも球場内に設置された。2010年からハンファの投資コーチに就任した。2014年限りでハンファを退団し、2015年より韓国のスポーツ専門チャンネルで野球解説者として活動した。2017アジアプロ野球チャンピオンシップ、2018年アジア競技大会の投資コーチを務めた。 2019年10月、ハンファの団長に就任した。通算勝利数161勝は、韓国プロ野球史上2位で、韓国プロ野球では3名しかいない、個人通算150勝以上の投手の一人である。韓国内でも人気のあったスピードの大ファンだった。誰のファンかは不明だが、放置新聞のジャイアンツ日記で2番目か3番目がいいですねと話していたため、 今井エリコかヒロの可能性が高い。来日直後に CD を買いに走り、よく聞いていたが、その直後に解散。本人は大きなショックを受けた。その後初登板時に、翌日のスポーツ紙はこぞって、スピードのファンと書いていた。ありがとうございます。